うまそうでしょ、これ。この焦げ目つけるんですよ。こんな感じになってます。ということですね、今回はですね、コラボ動画でございます。何のコラボかと言いますと、こちらですね。はい、見たことある方もいらっしゃるんじゃないですか。ワンマンドゥですね。ワンマンドゥというのはね、韓国風の餃子のような感じの食品なんですけども、これがね、うまいんですよ。これ僕もね、この間初めて食べたんですけども、これマジでうまい。冷凍餃子の、部類なんですけども、普通のじゃあ餃子と何が違うのっていうとですね、めちゃくちゃでかいんですよ。めちゃでかくないですか、これ。この感じかなりね、食べ応えがあるんです。具材が普通のね、お肉とかも入ってるんですけど、お豆腐と韓国春雨が入ってるんですね。なんですごくね、ボリュームがあってですね、ニンニクとかニラとかのパンチの効いた香りもあるんで美味しい。これを韓国だとマンドゥって呼んで食べてるらしいんですね。このままね、食べても美味しい。焼きもできて、蒸しもできて、揚げもできるんですね。ちょっといろいろあるんですけども、僕ね、めっちゃいろんな方法で食べました、これ。いろんな方法で食べて、これが一番うまいなと思ったね、方法。今回は、このワンマンドゥに最高に合うタレ、考えてきましたんで、ワンマンドゥを最高に美味しく食べるやり方、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあまずね、材料紹介いきたいと思います。ワンマンドゥですね。これね、一袋に1キロ入ってるんですよ。なんでこれをね、冷凍庫に忍ばすといつでも食える優れものでございます。近くのスーパーとかで売ってると思いますんで、これ探してみてください。このタレにね、ネギと生姜、あとね、調味料、あるんですけども、調味料は概要欄の方で、詳しく説明してますんで、そちら参考にして用意してみてください。はいはい、じゃあですね、今回はこの、ワンマンドゥ、餃子とはね、ちょっと違うんですよ。韓国の、ワンマンドゥなんでね、これを使っていく上でですね、やっぱり韓国の気持ちを理解しなきゃいけないと思いまして、今回ですね、気持ちを理解するこちらを用意しました。僕がいつも飲んでる韓国焼酎ですね、これね。ということで、いただきます。うまっ。ということで、今回このワンマンドゥ最高に美味しくしていきます。まあ、タレを作っていきましょうか。まずね、お野菜切っていきましょう。ネギね、みじん切りにします。みじん切りの仕方はもう皆さんいろいろあると思いますんでお任せしますが、あとね、半分までこう切っていくんです。で、裏返してまた逆方向にね、半分まで、はい、だから蛇腹にするんですね。で、ここをこう切っていくと、こんな感じですごく綺麗にみじん切りがいきますんで、こっちもいい感じで、これ、ね、白いとこ青いとこどちらでも大丈夫です。はい、生姜です。生姜はこれスライスなんですけども、横に並べてこうサクサクと、はい、みじん切りにしていきますね。はい、こんな感じですね。このお野菜をね、入れていきます。これでね、長ネギの食感とこの生姜の香りがね、かなり香るタレになります。まず豆板醤大さじ1ね。これ辛味、コクをつけていきます。はい、お醤油小さじ2杯、味付けですね。お砂糖小さじ1杯、甘みつけます。甘みとコクですね。お酢大さじ2杯、結構ね、お酢効かせます、今回は。で、ごま油大さじ1杯、はい、酢が結構入ってるんで、お酢の角を取るために、うまみ調味料ですね。はい、僕いつも瓶からやってるんですけど、瓶だと5振りぐらいです。で、黒胡椒、これでちょっとね、香りつけていきます。ごまです。ごまね、このまま入れても美味しいんですけども、ちょっとひねりながら入れるとごまの香りが出て非常に美味しいです。大さじ半分、これをこうひねりながら入れます。これね、要はね、何のタレかっていうと、こうね、よだれ鶏風のタレなんですね。これがね、ワンマンドゥにめちゃくちゃ合うんですよ。これ赤いタレですね。このタレめっちゃうまいっす。ワンマンドゥっていうのは中にね、具がぎっさり入ってるんですけども、ワンマンドゥにこのシャキッとしたね、ネギのタレをかけることによって食感がプラスされてめちゃめちゃ美味しくなるんですよ。で、よだれ鶏だとニンニクとか使ったりするんですけども、ワンマンドゥはですね、結構ね、ニンニクの香りがそのままでも香るんで、今回はですね、ワンマンドゥに合わせてニンニクを入れない仕様にしてます。生姜とネギを効かせたこのタレがニンニクの香りがするね、ワンマンドゥめちゃくちゃ合うんです。これ超うまい。この最高のタレができましたんで、ワンマンドゥを焼いていきたい。
じゃあそれでは焼いていきたいと思います。まずね、油引きましょう。これぐらいのフライパンに、まあ大さじ1ぐらいですかね。中火ぐらいがいいと思います。強火とかでねやっちゃうとね、結構ねすぐ焦げちゃったりするんで、中火ぐらいがいいかな。はい、でフライパン温めます。ワンマンでいいのがね、これ全部入ってるんですけどバラバラになってるんですよね。だからね、食べたい分だけ取り出すのすごくいいので、並べます。はい、もう凍ったまま、今ねフライパンには、フライパン中火で熱してる感じです。僕ねいつもね食べるとき12個ぐらい焼くの。はい、これぐらいのフライパンだとだいたいね10個から12個ぐらいがちょうどいい。焼き目をつけていくんですね。こうやってね焼き目をねまずはつけていきます。最初にこうやって焦げ目をつけてから蒸し焼きにしていくのが一番おいしい。この焦げ目、この焦げ目すっごい綺麗につけるでしょ。この焦げ目をつけてください。全体にこの焦げ目つけるんですよ。皆さんこの焦げ目うまそうでしょ。これこの焦げ目つけるんですよ。この焦げ目つけたら水大体 100cc ぐらい入れちゃいます。そしたら中に火を通すために蓋、これねしていきます。でこれ大体4、5分ですね。はい、4、5分この感じで、蒸し焼きにしていきます。はい、ということで4分焼けました。こんな感じになってます。はい、水分をね完全に飛ばしちゃいます。焦げないようにだけ気をつけてくださいね。これね、そうするとねパリッとした食感になります。これもう焼き上がりました。水全部流れましたね。今パリッとなってます。なんで器に持っていきたいと思います。はい、じゃあ持っていきますよ。はい、もうねせっかく綺麗な焼き目がつけたんで、この焼き目よ。でこの迫力ね、もうこれで完璧じゃん。こんな感じですよ皆さん。タレはね12個分なんでこんな感じ。たまらんねー。どうですかこれ、仕上げね、こうちょっとラー油あればでいいんですが、細切りの、ね、唐辛子を乗せていただくと非常に見栄えがします。うわ、どこのお店ですかこれは。おもてなしにもワンマンドゥですか。よだれ餃子完成でございます。ということで行きましたので食べていきたいと思います。いただきます。ビールがあると思うのでビールで行かせていただきます。ワンマンドゥって味がしっかりついてるんでそのままでもめちゃくちゃうまいで、まずそのまま、このままでもね中に味がしっかりついててめちゃめちゃ食べ応えがあるんですよね。このタレをかけるとどこまで進化するっていうことですよ。じゃあちょっといただきたいと思います。鮮やかですね。いただきます。うますぎる。最高です。タレがねめちゃめちゃうまい。甘みと酸味のバランスすごく整えられててめちゃめちゃおいしい。辛みもあるのでビールに最高に合います。ご飯にもめちゃくちゃ合います。山椒うなぎとかにかけるやつですね。これちょっと振ってみて食べてください。やば、華やかな香りが立たれますね。これ最高傑作だと思うわ。これ家でいつでも食べられると思ったら最高だよこれね。どうぞ。いただきます。えいっす。じゃあ召し上がってください。はい、うまっ。うまいだろう。すごっ。これねめっちゃうまいよ。このタレとの相性がやばいのよこれ。タレめっちゃうまいっすね。お肉とお野菜が主流なんだけど、普通の餃子っていうのは、うん、ワンマンドゥは、うん、春雨とねやっぱね豆腐が入っててでかいんだけど重くないんだよね。たっぱりとしたこの中華タレかけるとうまい。うまい、本当においしい、うん、これうまいっしょ。マジでおいしい。これも華やかな。うまっ。めちゃめちゃ試行錯誤した。いろいろ食べ方やったけどパリッとこういい焼き目がつくから焼き餃子が一番好きだったのね。焼き餃子なんだけど野菜のシャキッと感があるともてなし感が出るからこれ合わせると最高なんですよ。やっぱもうお店のすごい定めました。全部飲んでます。普通にお醤油とお酢で食べても最高にうまいんですけども、このタレとこのワンマンドゥ、ぜひですねワンマンドゥで作るよだれ餃子ぜひ皆さんもマンドゥってください。これですよ。これはうまいわ。うちの達也は
顔にすげー出るからだいたい達也会は達也の反応でうまさが分かるってみんな言われてるんでね。